じゃないの、とっても綺麗じゃないの。ありがとうございます、うん、私の失敗したところにちゃんとさパセリを置いてさカムフラージュしたところがとってもいいですね。偉い。とりあえずポイントは、うん、卵に、まあ、あの牛乳とか、うん、あとコンソメとかちょっと入れて味すごいじゃない、うんうんうん、であとはなんだっけ、なんすかね、 あとバター、あバターといただきます、はい、お一番いったかもしれないですね今一番ちゃんとしてる、ありがとうございます、うん、すごい優勝は青チームです。おめでとうございました、町田さん今日はおめでとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。東吾妻ですごい育ってるんですけど、はい、東吾妻なんてあのロケで来てくれるの多分この番組だけいやいや他にもあるでしょ、いろいろといいところ、まあ、海がないんですけれども、はい、その代わりあの山だったりやっぱ自然がたくさんあるんで、うん、今流行り の, あのキャンプとか、あキャンプいい、まあ、東京からもこう日帰りでも行けたりとかするので、そういうところもすごく魅力だなって思います。ね、そのまタイプその写真は違うんだよね、なんかバタクラなんかおかしい異星人、異星人だねおかしいよね、まあ、大学、はい、僕あの2人とも体育大なんですか、はいはい、体育大なんですけど、うん、やっぱ体育大ってまあなんていうか結構肉体派な人が多くて、うん、こうマッチみたいなこの人なかなかいないんですよ。なるほど、うん、なんで本当みんな振り向くぐらいモテてて、もう食堂とか行ったらもう女子たちがこう来た来たみたいなぐらい萌ちゃんはなんか町田と共演、そうなんです、映画でご一緒したんですけど、はい、すね、どうでしたか。もうあの現場の女性スタッフみんなメロメロみたいな、やっぱりもう本当にだってこうやって謙遜されますけど もう認めちゃった方がいいと思うんですよ、はい、もうでも本人も分かってるんだよね、はい、本当認めないですよ、モテてんの本当認めなくて、もう謙虚ハラスメントっていうか、もう本当にもう謙虚すぎそんなのないでしょ、謙虚ハラスメント。猪木さんのモノマネだっけ、あ元気ですかいやこれ別にみんなやらなきゃいけないわけじゃないできた？俺と一緒にいたら
幸せになれるよ。